皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。ミートマー。魔理沙さん、ご協力ありがとうございました。今日も一段とテンションが高いね、霊夢。ブライトン対ウエストハムの試合を見たら、そりゃテンションも上がりますよ。FA カップのストーク戦のアシストに続き、今回は69分にゴールを決めたね。これで、香川真司、岡崎真司の持つプレミアでのシーズン最多ゴールの6点に並んだよ。現地紙の採点も、軒並み高評価だったようですね。三笘を防ぐためにできることは何もなかったと、最高の評価をしているようだよ。三笘は、世界的なスターになりつつありますね。世界的なドリブラーと肩を並べていると評価しているメディアも出ているし、毎試合のように話題を提供してくれるね。では、今節のウエストハム戦を振り返ってみよう。今節に対峙したのは、ベン・ジョンソンでしたね。ウエストハムの選手らしい、フィジカルに優れた屈強なディフェンダーだね。ウエストハムは、三笘のことを相当警戒しているのが目に見えてわかったね。ベン・ジョンソンが常に近くにいたし、三笘がボールを持った時は、デクラン・ライスがカバーにいましたもんね。ウエストハムは現在下位に低迷しているが、個々人の能力が高いので、さすがの三笘も簡単にはドリブルできない。前線からのハイプレスもかなりタイトでしたよね。4-1-4-1 のような形で、カイセドとグロスにはマンマークでついていた。けれど、相手中央へのパスを通して、何度も前進していたのは圧巻だったね。パススピードが速くて、ブライトンの選手も体が強いので、全然ボールを取られませんでしたね。ボールを奪いに行っているはずがかわされてしまうので、ウエストハムは手も足も出なかったよ。前半のスタッツは、ブライトンのボール保持が 76%。パス本数はブライトンが362本、ウエストハムが115本と約3倍を記録したよ。ファーガソンが降りてきてのポストプレイも光っていましたね。前半5分の、ファーガソンのポストプレイからゴール前に行ったシーンが象徴だね。ウエストハムのタイトな守備は、特に三笘のいる左サイドが顕著だった。それを察知したブライトンは、まずは右サイドを中心に攻め上がったよ。マーチは、この試合も目立ってましたね。ボールタッチ数は前半だけで39回記録したし、先制点もマーチのサイドチェンジからだしね。三笘はマンマークで疲れていたけど、マーチはそうではなかったんだ。エメルソンが基本的にマークしていたけど、敵陣に入ってランプティが追い越すと、エメルソンはランプティ、マーチにはベンラーマがついてマークを受け渡していたね。ブライトンが先制する場面も、フェルトマンがインナーラップして、マークの受け渡しで浮いた瞬間のサイドチェンジでしたもんね。その前のビルドアップも見事だったし、マーチが起点になって、三笘が PK をもらうことに成功した。まさに、今のブライトンを象徴するような先制点の PK だったんじゃないかな。ベン・ジョンソンがロングボールの処理を少し誤ったとはいえ、一瞬の隙からビッグチャンスになったね。応援の対応に問題はありましたか？ベン・ジョンソンがひっくり返されたカバーだから、あれが精一杯だね。むしろ、応援が思っていたよりも、三笘の一瞬のスピードが速かったと思うよ。体を当てに行った時には、すでに体が入っていましたもんね。この日、アベマでの中継を担当していた林良平さんは、後ろからアプローチ来るのは分かっていたので、背中からのプレッシングを待ちましたね。相手の間合いのところにうまく体を入れています。これはもう、三笘に 0.5 点あげましょう。と称賛していたよ。焦りから生まれるプッシングを、三笘は冷静に待ち構えていたんですね。数少ないドリブルで、最大のインパクトを与える三笘のドリブルは世界レベルだね。前半は、ウエストハムの守備もあって、三笘とマーチのサイドチェンジがかなり有効に作用した印象だね。左右にかなり揺さぶりましたよね。そして、後半に得点を決めますね。69分だね。直前に相手のセンターバックがオグボンナからズーマに変わったタイミングだったよ。ズーマですか。猫派の私にとっては顔も見たくないですね。会場のブーイングも、おそらくそれに関連してだと思うな。キーパーからのフィードをフェルトマンがカットして、そのまま前のファーガソンにパス。ファーガソンからマーチ、マーチから右のグロス、グロスの折り返しに三笘のゴール。とても美しい展開でしたね。直前でセンターバックが変わったのも影響あったんですかね。多少の連携はあるかもしれないけど、この攻撃はブライトンがあっぱれだったよ。前半から効果的だったサイドチェンジを、この場面はペナルティエリアの幅で行ったことで、相手は揺さぶられたんだ。確かに、真ん中から右、そして左と、かなりボールが動きましたね。ダゾーンオリジナル番組で内田篤人さんがよく言っているけれど、視線が左右に動かされるとディフェンスはどうしてもついていけない。必ずマークがずれるところが出てくる。
この場面も、真ん中、右、左という視線の動きがディフェンスを惑わせていたね。なるほど。さらに言うと、マーチが受けてから中央にドリブルしたのも細かいけど影響されたんだ。どういうことですか？マーチのドリブルによって、ウエストハムのアゲルドがマーチを追う。すると、アゲルドが開けるスペースをズーマがカバーする。センターバックの左右が入れ替わるし、ポジションの位置に偏りが生まれてしまう。マーチから右に展開すると、さらに右に偏ることになりますね。その通り、ベン・ジョンソンがスペースを埋めるために中央に寄れば三笘が自由になるしね。グロスの折り返しに、ベン・ジョンソンがついていけなかったのも納得できますね。三笘が詰めていたのはもちろんすごいけど、その前の段階でブライトンが崩しきっていたから、三笘は流し込むだけだったね。ペナルティ幅の狭い空間でも、細かい駆け引きが行われているんですね。2点を取られて、疲労もあったウエストハムでは手に負えなかったね。最後はウェルベックの見事なゴールで勝負ありだったよ。デゼルビ監督がベンチにいなかったのに、完璧な勝利でしたね。電話でベンチに指示を送ってたみたいだけどね。これで5位の入荷するまで勝ち点差が3。消化試合数が少ないブライトンは、ヨーロッパリーグ、チャンピオンズリーグの出場権もまだまだ見えてるよ。これは、地元紙も大盛り上がりですね。ブライトンの地元紙、サセックスライブはチーム2位の8点と採点し、右サイドバック、ベン・ジョンソンとのデュエルでかなり納得の勝利だった。スピードやドリブルは手に負えないほどホットで、良い予想から自信でゴールも決めた。と称賛し、サセックスワールドも同じく8点と採点し、日本人のセンセーションによるさらなるゴール。静かだった2週間後、彼は今日再びベストに近づいた。常に脅威だった。先制点となったペナルティを勝ち取るための最高のタッチとスキル。10試合で6ゴール目だ。と、前の試合との比較を交えて評価をしているよ。また、英公共放送 BBC は、チーム最高の 8.57 点をつけ、三笘は前線のほぼ全ての良いシーンの中心にいた。と、ブライトンの攻撃の中心にいたと絶賛しているよ。自分のドリブルに固執せず、周りを生かすようなプレイも行っているからこのような評価をもらえているんですね。そのあたりも、主将であるダンクも高評価しているよ。FA カップでイバンにゴールを決めさせたのは、彼がいかに利己的でないかを示している。願わくば、彼にもっと多くのパスをできるようにしたい。彼が裏のスペースに走ると、脅威であり危険だからね。チームメイトからの信頼もかなり厚いことがわかりますね。このままどんどん活躍して、チャンピオンズリーグやビッグクラブの移籍に期待だね。個人的には、ブライトンで活躍し続けてレジェンドと呼ばれるようになってほしいですね。今時ワンクラブマンになるのは難しいし、内田篤人さんみたいにクラブから愛される選手になるのも良いね。そして次節はリーズとの戦い。これまた激しい難敵が相手ですね。ただ、三笘にかかる期待は、シーズン最多得点の7点目ですね。次の試合で得点が決まるように、気に触ってお祈りしないとね。気に触る？タッチウッドといって、イギリスでは必ずやられているおまじないだよ。災いや悪運を避けるためのものだけど、ゴールを祈っておまじないするのも悪くないんじゃないかなって。素敵な文化ですね。私も三笘選手の活躍を祈って、読売カントリークラブの4番ホールでタッチウッドしてきます。霊夢さん。それはゴルフクラブで、ウッド違いですよ。ただロングホールが苦手で、ウッドに祈ってるだけじゃん。ふわあ。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。